こんにちは。えー、相手は、えー、回復役が、えー、いないので、まあ、レオニダスは一応回復ですかね。えー、こちらは、がっつり、固くしました。えー、フレアに対して、えー、ベラを入れています。ブラックナイトがね、はい、来まーす。 光栄なんでね、えー。こちらは星4が3体います。赤単色にしていたらなんと素晴らしい盤面だったのでしょう。赤ダイヤを作ることを考えています。どう作るか悩んで、えー、こうしましょうか。 で、持って赤ダイヤ行きましょうか。紫かなり消せてるんで、え、盤面としても美味しいですよね。では、え、ベラでミニオンの壁を呼び。どこを止めるか考えて、え、これから玉を消していく、え、左を止めましょうか。 はい、止まりましたね。えー、では、左で、左で、盤面を進めて、えー。青ダイヤか、ここは青ダイヤか。えー、では、クランパスで攻撃力を上げて、キリルで相手の防御力を下げて、 え、この状況で、えー、相手にダメージを与えることを考えて、青ダイヤ行きましょうか。はい、一体倒せましたね。では、では、では、紫ダイヤを作るのは後回しにして、 えー、先に青だ、えー、緑ダイヤ作りましょうか。えー、こちら紫3体いるんで、えー、紫ダイヤはあって悪くないんで、えー、紫ダイヤ作りまして、えー。ベラでミニオンの壁を呼び、えー。それでは状況かなり有利なんで、 えー、緑ダイヤ使っちゃいましょうか。えー、赤の多い盤面でしたけれども、その後もその後も、どんどんスキル発動できてるんで、かなり当たり盤面でしたね。えー、こちら、アタッカーと呼べるアタッカーのいないチームで、え、ー 心配しましたが、なんとか、なんとか、勝てそうですね。はい、ありがとうございました。